前回はですね、まあいろいろこういう作成設備をね全然上がれんけど作成設備を作りまして、まあ雨だったりね、こういう新しい黒い金属を加工したり小麦を作ったりいろいろしましたけど、その中でですね、黒い金属でいろいろできるやつをもうね、ちょっともう作りまして、こんな装備ですね、はい。で、一応武器、この金属の剣と、黒金属の剣と盾と、まあ斧と、あとアトゲールっていう金属、黒金属でできる槍も作ったんですけど、ちょっとね、なんか合わなかったんでまあ使うことはないだろうなという感じで、そんな感じでございますね。で、今回はですね、ちょっと、まあ、左のこのところにもね行ったんですけど、まあ何もなかったんで、とりあえずね、この右のなんか気になる長老のところに行ってみようかなと思っております。はい、まあ長老のとこなんで、多分ここが黒い森だと思うんですけど、まあ、またねこんな感じで結構ね、こっから最初の本拠地より下っていうのはもうこんな形だと思うんですよね。平地と沼地と雪山と黒い森と草原がこう混同してるという感じだと思うんで、まあ、また同じような感じではないかなと思うんですけど、まあ、何かね変化がありそうなんでね、とりあえずまあ行ってみようかなと思います。はい、では行ってみます。はい、まあそんなわけでね今見えましたね、このちょっとこれ初めて 見ましたね。キチンの素材が取れる、まあ、なんか生き物なんですけど、ちょっと名前がわかんないんですけど、この2個は初めて見ましたね。 2頭というか、なんというか、へえ、すごいですね。今ちょっと行ってる途中だったんですけど、まあちょっと行ってみましょうかねどうせなんで、まあ出た、これ基本的に奥からですよね。自分の船の置いてる場所よりから遠いところを採掘したらいいですね。この敵なのか味方なのか分かりませんけど、どんな名前なんでしょうかね。まあ今のところこのキチンの素材が、まあ、森とナイフだけなので、後々ねまた何かに使えるかもしれないですね、ひょっとしたらね。まあ、あんまりね遠すぎるとねやられちゃうよね、この泳いでいかないといけないんで。まあもうある程度取れたらもう戻っていいと思います一回ね危なかったっすもんね。でもこの昼間出てきたのは結構初めて見ましたね。もう帰っていくな。さあ、まあ一応ですね、この右のところにまた行ってみたいと思います。あ、またいた、すごいな、3体出てきたな。よいしょ、入ってきた、すげえもらえたすごい、1回でこんな132なんてもらえることないぞまたいましたね、左になんかすごいいるよ今日。ちょっと分かりづらいですけどいますね、正面に。またね、さすがにこの1日でこの4体は初めてですね。最初に、まあ、2体同時も初めてでしたけど、こんな一公開で4体出てくるとは。一回ね、このキチンのね、背中削ってたら真下にね、ヘビさんがいたことがあって、あの時は、なんか別に倒せるんですけど、ちょっと怖かったっす
さあだいぶ近づいてまいりましたけど、まあでもやっぱねこのマップで見るとね今ね狭いように感じますけど、結構ねこれ一夜明けてますからね、ここまで来るのにね、あ、いや一夜ここまで来るのに夜までかかってますからね、やっぱ相当でかいっすよ。あとねなんかこのバルヘイムをやり始めてから、あの北欧神話をですね結構見るようになって、まあ YouTube ですけどね、まあ見るようになってインターネットで検索したりとかねして、まあ面白いですね、なんかねまだ全然何も詳しくないですけど、たまに出てくるあの黒いねローブの杖を持った人はあのオーディンじゃないかなと思いますけどね、もう明らかに似てんだよなあのオーディンのねあの後期というかに似てる感じがありますね。で屋根つけてよいしょ、確実に間違ってますけどまあいいやあーまたこれで10分かな、あー生きた。あとねちょっと気づいた点がもう一点あって、あとねこれよ、マウスのホイールをねこのぐるってしたらこの視点が変えられるというねえ、あのちょっとキーボードとねマウスでやってみたんですよね、ちょっとねどんな感じかなと思って、なんか遅かったんですよこのあの視点移動がね、コントローラーだとあのスチーム設定で変えれるんですけどちょっと分かんなくて挫折しちゃって、まあキーボードマウスでやってたんですけど、でこのホイールをねぐるぐるやってたらこんな感じでね、うわーと思って、何これと思って、そしたらまあまあゲーム前というかあの起動ごとにねまあ初期化されますけど、まあねこんな感じで遠目で見るのもいいですね本当にね、まあ遠目よりちょっと1個進んだぐらいで私はやってますけど、まあいろいろまだまだね気づくこともありますね本当にね、はい、まあそんなわけでちょっと休憩所作って、ここのね長老右の島に来ましたけど、まあここの島に来るまでに30分かかりましたよモデルを使っても30分かかるんでね、なかなか遠いですねまあ移動がねなかなか大変なもんね、はい、まあそのわけでねちょっと下からバーッと回ってきましたけど、まあなんかねここに繋がってましたね、こうあの上の方にね、なんでまあこう繋がってんのかなどうかわかんないですけど、まあもうちょっとね上に行ってみようかなと思います。はい、まあそのわけでですね、先ほどから、まあ、ここら辺に船を置いて、まあ、上に来たんですけど、で、マップをね、ちょっと埋めてまして、これ結構広くてですね、これ、こっから、まあ、ここまでで、まあ、5、6時間今かかってまして。でね、途中で、なんかね、闘技場みたいな感じって前言ってたと思うんですけど、それにちょっと近い、ところがあったんでちょっともう行こうかなと思って、フューリングバーサカーが今2体いたんですけど、これよこれあのボスの位置を知らせてくれるロケーションのやつなんですけど、ヤグルスっていうやつが右に出てきましたね、これが多分新しいボスじゃないかなと思いますけど、どうなんでしょうかだいぶねちょっと来た右にだいぶ来たなと思ったんですけど、まだあるんかいまあまあまたちょっと下に行きながら、あとねまあ異様にこの真ん中から下に行ってるんで私ね、まあ左に行くのもあれなんですけど、上にちょっと行きたいなっていうのもありましてね、ちょっとねまあ一応ヤグルスが見つかったと、今の現段階で言うとねヤグルスが見つかったという感じですね。まあとりあえずここのマップを今回はねちょっと埋めていきたいなと思います。ではまた。はい、まあそのわけで
まあこんなかこんな感じよ。もうね、でかい、ここでかかった、マジで。俺ね、ここに船を止めてるんですけど、ここね、まあこんぐらいかなと思ってたんですよね。それ何のことはないですよ、これもう。まだでかかったって言ったら、こんぐらいあるんじゃないか。はい、まあそんなわけでですね、今ここにいまして、ですね、ま、あの日をまたいでるという感じでございますね。まあ一応ここはもう全部埋めたんですけど、何もなかったですね。でね、ちょっと分かったのが、ちょっとね、この濃ゆいところが霧の地になります。まあそれはどうでもいいんですけど。まあ基本的にはこのヤグルスに向かうためにって感じなんですけど、なんかね、ちょっと左がまたね、あの一回回ったんですよね、最初らへんに。ここら辺から、エクスル倒した後、こう長老行く途中にですね、こうちょっと寄ってみたんですよ、こんなぐるーっとね。でここがあったんで、まあちょっと気になったんでね、またね、ここら辺をちょっとね、一旦埋めようかなと思って来ました。はあ、まあもうまたね、なんか変化があればね、ご報告します。じゃあちょっと行ってまいります。はい、まあね、ぐるりとしてきましたけども、ここに降りて今ここにいるんですけど、なんかね、この離れ小島が気になって、行ってみましょうかね。まあでも草原の建物といえば、まあ蜂の巣とかかな。なんもないんかい。ほんでここ怪しいですよね、なんか。なんか明らか異質だったんだけど、まあ、何もなかったやつ。あーで、蜂の巣が。あっただけか。はい、特に何もありませんでした。ではまた。はい、まあそのわけで、まあここまで来たんですけどね。何ですかね、これは。ちょっとね、多いっすね。これは多いっすね。これはやばいっすね。いくらドワーフとはいえ。あぶね。まあ、いける。いけ。あ、いけた、いけた、よかった。あぶな。ドワーフにめっちゃ追われてた白虎服でした。まあそんなわけで、まあこんな感じでしたね。まあもうちょっとつながってそうなんで、まあまあ行きましょうかね、もうちょっとね。はい、ではまた。はい、まあそのわけでね、まあさっきのところとあんま変わんないんですけど、まあ、なんか明らか導かれてるというか、このハスからなんかこう行けってことなんじゃないかなって思うんですけど、どうですかね。行ってみます。ちょっと怪しいといえば怪しいですよね。寒気がするか。ん？何？ちょっと浮かんでるやつ。あ、普通の岩か。うん、まあなんていうか、
無駄骨というか、はい、まあそんな感じで戻りまーすではまた。はい、まあそんなわけでですね、まあ先ほど見つけたというか、まあ先ほどじゃないんですけどヤグルスのところにね、もう行こうと思って、ここが拠点だったんですけど、一番最新のね、で、まあもうね、いろいろ見たんすよ。こっちもね、この左上行ったり、もうとりあえずね、マップを一旦埋めるという感じでずっと回って、まあちょっとヤグルスのところに行こうかなと思ったんですけど、なんかね、これですよ、このなんか袋マークがありまして、今ね上陸しようかなと思って、この黒い森でね、ちょっと平地と沼地が怖かったんで、まあ黒い森ここら辺で上陸しようかなと思ったら、なんかファッてこのなんかね袋マークが出てきましたんで、ちょっとね怖いですけど、まあちょっと見に行こうかなと思っております。で、ちょっと念のために休憩しといたら良さそうっすね。ボスの可能性もありますもんね。今ね軽くざっと作りましたけど、ちょっと休憩しないとね、スタミナの回復が悪いんで、ちょっと休息済みマークが出るまでね、ちょっと簡易型で今ね小屋作ったんですけど、 OK、 10分間ですね。で、この袋マークね、このなんか見たことないというか初めて出てきたんで、ちょっと怖いですけど、ちょっと行ってみましょうかね。まあ割と、まあポータルもねあるんでね、うわどうしよう、ポータルも作っとこうか。ちょっと怖いっちゃ怖いっすね。ね、ああ OK、 これで OK ですね。まあ何かあったらポータルで帰ってくればいいので、ちょっと行ってみましょうかね。で、ヤグルスも近いんすよね。ヤグルスもねちょっと近いんで、まあボスっぽい感じの、なんかこうストーリー的な感じなのかな、どうなんでしょうかね。怖え、マジで何、やばそうだ、何このウォールは、何何、お、なんかロックスがいるけど、え、なんか攻撃してくるって感じなの、え、ルーン、なんだよ、ハイゼロ、え、ロックス、ハルスタイン、だ、攻撃してくる、これまさか取引所？ハルドールだって、初の NPC ハンス、うわぁ、マジでショップ？ユール号、ドベルガーのサークレット、ダンジョン探検家のための携帯用永久光源だって、マジで、じゃあ夜も探索できるってこと？メギンギョルズ、身につけたものに超人的な力を与える、なんだろう、ユミルの肉、巨人ユミルのこの世の名残、北欧神話のね最初の巨人と言われてるユミルですね、の肉、まあ、ユミルのねこの五体が広がってで、もう海ができたり森ができたりとかって言われてますからね、ユミルの肉は相当いいんじゃないか。じゃあ釣り竿来た、やっと来た、やっぱ魚釣れるんだな、釣りの餌、
で、あーここであれなんだ、ちょっと待って、これはポータルで帰りましょう。オッケーオッケー、持ってくる持ってくる、効果持ってくるよ。これ商人というかショップの、これあれだったんですね、ショップのマークだったんですね。じゃあこれマジでこんな後半で割と結構もうちょっと中間地点ぐらいであってもよかったんじゃないか。これランダムかな、このショップの人は。マジでちょっとやだ。ただなんか売るみたいなやつがなんかなかったような。まあ一応全部持ってこようか、高価な品物で。今ね荷物整理して、まあ一応持っていけるだけで、売れるかどうか試してみましょうかね。じゃあこんだけ一旦持っていきましょうか。わあこれなんかでも移動するんかな、この人。R で R 押し込みで売れるんかな。90だった。ああ売ったからか効果でか。じゃあまあ全部変えますかね。変えそうですね。ユール帽、小人スタイルの赤い帽子、ドベルガーのサークルと、ああじゃあ全部変えるな。メギンギョルズ、身につけたものに超人的な力を与える、メギンギョルズ。こうで、ユミルの肉も買っていきましょう。うわっ、何フロスナーとかいろいろできるな。なんだ。まずは、小人スタイルの赤い帽子。マジで、ちょっとアップして、見せて。はぁ、あ。また、アーマー1なのか。あーでこれもう本当にこれはなんかアバターって感じですね楽しめる感じで、ドベルガーのサークレット、これで、わーすげー、マジでこんな明るいの、これはいいですね。なんていうんですか、夜ねめちゃくちゃ暗い時があるんすよね、たまにね。そん時マジで何も見えなくなるもんな。うわすごーいでこれは持ってていいですね、このドベルガーのサークレットはね、持ってていい。であとはこれが分かんないな、メギンギョルズ、身につけたものに超人的な力だった、強くみなぎっている。えっ、なんかスタミナがアップした。えっ、あーでもこれ鎖骨の効果がなくなるのか。えこれ何が変わってる。活力がみなぎっている。えっ、ステータス、え、ちょっとよくわかんないな。鎖骨に装備した。うん、わかった。これ持ち物300から450になったよ。これ外してみる。ほら、うわこれはマジで必須だろう。うわこれはでかい、マジで150はでかいよ。 1.5 倍でしょマジで、うわよかった、来て。じゃあまあ鎖骨がまあいらなくなりましたね。すごーい、この人何、ハルドールさん。ちょっと売れるもん売るよ。
それまだまだ買えるな。で、釣り竿を買って、釣りの、あ、ユミルの肉をちょっと買っとこうか。OK。で、釣りの餌。OK。全部買えた。一応、今のとここんだけかな。まあ、ユミルの肉が。釣りの餌、こんなんいる？ユミルの肉。で、また何かができそうですね。へぇー。どうすればいいんだろう。装備中。あー、すごい。あー、釣り竿だ。ちょっと一応食って。あー、よかった。ボスかと思った。なんかね、ストーリー的なボスかなと思ったんですよね。メギンギョルズはそういうことなのか。なんか東京グールの主人公みたいな。ハルスタイン。ロックスと一緒に旅をしてるんですね、この人は。へぇー。まあ一応弓、あとは弓るの肉をどうするかですね。これ釣り竿かっこいいな。こんな長いの。うわぁ。よかったー。もうねー、なんていうんですか。ちょっとね、マンネリ化してたんですよね。ちょっとね、起動するのにね、躊躇してしまうぐらいの感じだったんですよ、最近。もう荷物が持ち運びできなくて、この新しい拠点作るの、戸惑うなーって感じだったんですよね、正直なところ。また鉄集めに行くんみたいな。で、あと銀とかね。また、みたいな感じだったですけど。R2 でこうやって、押しっぱなしにしたらこう、飛距離が伸ばせる感じになりますね。で、L2 で、ちょっと引き戻すというかね。どうすればいいんだろう。今、魚左行ったんだけどなぁ。あー、いた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 。いるよ。割といるよ、ここに。ほら。いるけど。これ合わせた方がいい。あ、来た。あ、なんかめっちゃいるよ。群れが攻撃中。え？ちょっと待って。これは。ちょっと待って。これは、ちょっと待って。これはいかん。何？群れが攻撃中って。やべやべやべ。これフィーリングの？やべやべ。うわ。何？魚の群れが攻撃じゃないの？これは危ない。危ねえ。ちょっと待って。うわ、カクカクする。相当な数来てるんだな、じゃあ。あ、やべえ。これが反対側にいたか。これはやばい。回復しないとやばい。あっ、ぽぽいかなとるんか。ちょっとしつこいよマジで。こんな長いん。オッケー、だいぶやってきた。オッケーオッケー、だいぶ処理してるよ。オッケーオッケー。いや、まだいるよ結構。
撤退中、オッケー、撃退したか。あぶねー、結構こんだけ集まるときついっすね。危なかったー。まあでもよかったよかった、このメギンギョルズがどんだけモテるかが試せましたね。すげえ、24個モテんの。いや恐ろしい。なに、まあ、いろいろありそうっすね、このフェラルフォードがね。ラストちょっとこの商人のね人のところで終わろうかなと思ったんですけど、このヤグルス何がいるかだけ見に行こうか。このヤグルスはどっちなんだろう。霧の地じゃないのか。え、平地のボス？平地のボスっぽいっすね。うん、おお、ルーンストーン4。そして彼の死につつある魂はその親族の間で分けられた。親族分けられた、神秘の祭壇、はい、どうぞ。その辺は不完全だ。なんだろう、必要なアイテムも足りない。え、なんか5つ置けるんだけど、え、わかんねえ。そして彼の死につつある魂はその親族の間で分け与えられた。んー？なんだろう？親族。なんかヒントがありそうだけどな。ちょっと、手の形してる？まあ、5本指。指？なんだろうね、ちょっとわかんないですね。まあまだちょっとアイテムをいっぱい置いた方が良さそうっすね、今度ね。はい、まあそのわけで今ねちらっとあのヤグルスのね祭壇のとこ行きましたけど、ちょっと全く分かんなかったっすね必要なアイテムがねちょっと分かんなかったですけど、今回は、まあ、本当にね、この、なんていうんですか、マップを埋める作業をね、どのぐらいですかね。あの、前回のボス、モデルからですね、どんぐらい経ってるでしょうか。マジで2週間以上経ってると思いますね、ここに来るまでね、ヤグルスのところに来るまでに。はぁ、あ。まあ、マップを埋める作業、マップを埋めたいマンのスキルが発動してしまうとやっぱこうなりますよね。まああとはこの自分のねこの装備の強化をなんかできる範囲でやったという感じですかね。いろいろやっててなんか何の進展も本当になかったんで、あ、上にもありますね、ありますね。何の進展もなかったんでもういいやと思って、で、いや、この右のヤグルスに行こうと思ったんですよね。そしたらこれは商人ですよ、ハルゾールさんが、まあ、いてくれたんで、これでねまたあの荷物の持ち運びが 1.5 倍になったんで、これはでかいと思いますね。これはだいぶはかどるんじゃないかなと思います。はい、まあそんな感じで今回はね、商人とまで商人に出会うという感じですかね。はい、で次回はこのヤグルスの謎を解いて、まあ、戦う
感じですかね。もう装備もね、もうフル強化、今できる範囲のフル強化してますんで、まあ、ヤグルスの備え物、何が必要かをちょっとまた推理しながら、当ててヤグルスと戦うという感じにしたいなと思っております。はい、まあそんなわけで今回はねこの辺で終わろうかなと思います。ではそんな感じでご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた。